ユースレス表参道にバンクシー作品、話題の電柱アート目隠しに。東京都内の電柱で正体不明の芸術家バンクシーの作品らしき絵が見つかったが、2023年1月24日までに目隠しされたことが分かった。電柱を管理する東京電力パワーグリッドは取材に、現場の混乱回避と景観保護のために張り紙防止シートで覆う対応をしましたと話す。消去など追加での対応予定はなく、行政の指導を伺いつつ検討するとしている。しかしツイッターでは惜しむ声が上がった。